はい、こちらはね、福井県丸岡城の、バスの駐車場です。そこ幼稚園で、横が図書館と。でこちらがね、一筆計上日本一短い手紙の館というところで、共通券450円買うと資料館とここのね、手紙の館と共通でチケットくれるので、まあ、帰りに時間あったらね、寄ったらいいと思います。先に行ってもいいんですけど、もちろんここだけっていうチケットもね、あります。で天守閣はね、あっちなんですよね。ちょっと遠い。しかも一回信号を渡らないといけないっていう。そこに横断歩道、信号はそこはないけど、そこの十字路を渡らないといけないので、2回どっちにしても渡らないといけない。歩道の信号ないんやけど、車道に従ったらいいんかな。一回渡って渡ってって感じ。でそこバスあるんですけど、これは、ね、路線バスです。でここが丸岡城の一般のね、駐車場で、ここが路線バスのバス停。そこお手洗いで、そこに一筆計上茶屋っていうね、お茶屋さんがあります。さあ今4時で、4時半受付終了なんで、急いで行きたいと思います。丸岡藩誕生400年。こっちスロープ、こっち階段って感じで、歴史民俗資料館がね、こっちにあります。はい、じゃあ上がっていきましょう。すげえ日差しが。どっちや、こっちか。あれ、今のスロープはどこに繋がってんねや。はい、で上がってきたよと。でそこが入場券販売所。あれ、今のスロープは、スロープそこに通じてるんやね。あ、石棺がある。牛ヶ島石棺、やばいやばい、石棺がある。めっちゃ綺麗な石棺。なんかこんなしてる場合じゃない。でここに八幡神社があるんですけど、それもちょっとそんな場合じゃないんで、チケット買います。御城印もね、こちらで買えるそうです。はい、こちらがね、チケットで、これで天守閣と日本一短い手紙の館に入れるということです。これなんかしおりだそうです。あ、こじんまりしたお城なんやね。けど石垣がすごい立派。現存天守の12天守の一つやからね。ただ最後のあそこもすごい急やね。
うわめっちゃ急やな。シャチシャチホコ、おお、めっちゃ急だ。ここで靴を脱ぐと。はい、1階はねこんな感じですね。石落としとか、あ、ええ風来るわ。あとね中央に模型があります。上がりましょうか。これすごいね。上り下り踏み外すと骨折等の危険が伴いますと。左側通行。次もすごいね。はい、下に降りてきてちょっとねお城の周り見ていきましょうか。バタバタしてたんでさっき。ここに伝説人柱押しずって書いてあって、押しずの慰霊碑というのがあります。あの伝説ではあの押しずっていう方がこのね丸岡城築城の際に人柱になったんですよね。で息子さんを武士にしてもらうっていうのを約束に人柱になったんだけれども、結局息子さんは、武士になることができなくて、その後おしずがこうそれを恨んでね化けで出たっていうお話がある伝説のね碑でございます。でこの奥に雲井龍神書いてあって、この丸岡城が別名霞ヶ城っていうお城で、丸岡城が攻められた時にあの龍神が現れてね霞をこう吹いて難を逃れたっていうお話があるそうで、そこから霞ヶ城っていう言われているそうですけれども、その龍神さんを祀っているのがこちらと。
なんか井戸の中から 竜神が出てきてっていう話ですけど、井戸は特にないのかな。重い竜神、この辺りに、あの下になんかあるな。どうやって行くんやろ。石垣がやっぱりすごい、この野面積みの石垣がすごいね。やっぱこじんまりしてるけどかっこいいですね。お城とかあんまりよくわからへんけど、ツツジが綺麗。まだツツジ綺麗なんやね。これが井戸かな。これがその井戸やね。越前の一向一揆で攻められた時にかな、一揆の残党が攻撃を仕掛けてくることもしばしばあった。しかしその度ごとにこの井戸の中から大蛇が現れて、城に霞をかけて危機を救ったということから霞ヶ城と。ここから大蛇が出てきたそうです。なのでまあお城見るだけじゃなくて、お静の慰霊碑に手を合わせて、あとこのね井戸見て、井戸の竜神さんをお参りして帰るといった感じでしょうか。これぐるっと回れるのかな。足元が悪いからよほど興味のある人はって感じでしょうかね。ぐるっと回るのは足元悪い。こっち行ったらなんか別のところに降りると思うので、元の方に。お城ってね、違うところにお客様出てしまって迷子になるっていうのがあるあるなんで。でここの、はい、元の場所に戻ってきましたよと。はい、丸岡城ね、イメージできましたでしょうか。